知ってるし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 知って
しょう、はい、クッキングシートの上にこのように並べたら、ここ電子レンジで、3分半やります。それではいきます。ポチッとな。おお、きつね色になってきました。おっと、こんな感じのきつね色になりました。じゃーん、完成です。もうすでに美味しそうな匂いがします。こちら、ケチャップ、マヨネーズ、食べるラー油、わさび、蜂蜜で、醤油と胡椒、激辛スパイス、塩、いろいろ試してみたいと思います。お、カリカリ。じゃあまず一つそのまま行ってみますか。おお、カリカリ。おお、うわ、うまい。来ましたけど、めっちゃうまい。そのまま食べたら美味しいのは分かってたんですよ。先ほど用意した調味料、どれが合うかチャレンジしてみたいと思います。蜂蜜いってみます。つきましたけど、まあまあ美味しいって感じです。マヨネーズ、マヨネーズいってみます。こいつたっぷりかけようか。たっぷり、あらら、もうべっとりいきましたね。あ、いいよ。あ、ありですか。マヨネーズ好きだからかな、うん、あ、私もマヨネーズ好きだからきっといけるかも。わさびね、いっちゃおっか。わさびいってください。うん、わさびつきました。なるでしょ。わさびの味しかしない。そりゃそうなるでしょ。ラー油ちょっといってみようか。はい、うまい。うん、うまい。ケチャップいきます。うまそう、ケチャップ。おいしい。じゃーん。え、なにそれ、なにそれ、マジで。うぅ、お醤油、うまい、うまい、おいしい。あ、うまい。なんか醤油せんべいみたいな味がしますね。マヨ醤油とかでもおいしそうですね。あー、おいしくなった。ちょっとやってみよう。はい、ということで皆さんも試してみてください。ということで、この動画が面白かったと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。皆さん、また明日の午後4時にお会いしましょう。またね。またね。